よし、任せて。さて、任せてくれ。これが総長が乗ってきた車両だよな。前にも何度か乗せてもらってるけど。ええ、そうです。どんな悪路も何のその、警備隊が誇る軽装甲機動車ですね。まあ戦車の砲撃には耐えられないだろうけどな、せいぜいガトリング砲の弾を跳ね返せる程度だったか。それを言わないでくださいよ。一応最新技術が盛り込まれた高性能な車両なんですから。まあクロスベルでは戦車の保持が自粛されてるから、機動性で勝負するしかないのかもしれないわね。戦車もそうですが、軍用飛行艇も一隻も保有していませんよね。クロスベルの豊かな財政なら何隻でも購入できそうですけど、やはり帝国と共和国からの圧力によるものですか。うん、そうだね。特に帝国は12年前の紛争でリベールの軍用飛行艇に痛い目に遭わされたそうだから、下手に持たせて相手側に疲れたら厄介だ。帝国にしても共和国にしても、そんな思惑が見え隠れするわね。なるほど、クロスベルみたいな地形、飛行艇があればもっと効率的にパトロールができそうだけど。はあ、そうなんですよね。まあそれはともかく、もし車両で移動したければいつでも行ってください。車で行ける場所ならどこでも皆さんを送れると思います。あ、乗りますか？どこに行きますか？お待たせしました。行きましょう、皆さん。行くぞ、エド。はい、行きましょう。俺の番だ、スピア。はい、そこです。私、そこ。俺の番だ。よし、もう大丈夫だ。私の番だ。俺の番だ。よし、もう大丈夫だ。私の番です。
決まるぞ。皆さんお疲れ様でした。はい、行きます。よし、任せとこ。なんとかなったわね。さあかかってきなさい。電磁ネット通し、行くぞ。よし。
敵集団撃破しました。敵出現、俺の番だな。交戦します。行きます。デンジネット投射。私の番です。行きます。乗りますか？どこに行きますか？お安い御用です。はい、到着しました。みんな、気をつけて。任せて。はい、行くぞ。
きます。ドライブ開始。よし、開始します。電磁ネット、投射、任せて。よし。私の番です。行きます。
私の番ですね。到着しました。